キュービーラジオ。皆さんごきげんよう、ジョーバチのボーカル阿部です。キュービーラジオシャープ1212012。2024年もスタートしました。私たちジョーバチは今ただいま12次元プラス01というホールツアーを回っています。1月から再開しているので、東京、広島、香川、群馬と回るんですけども、本当にね、各地でやっていくごとにどん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 洗練というかキュッとしていって、初日は初日の良さがあったんですけど、どんどんこうバンドとして研ぎ澄まされてきた今をたくさんの方に見ていただけていること嬉しく思います。今回もキュービーラジオ前回に引き続いて俳優の吉岡里帆さんをゲストにお招きします。私がずっとやりたかった企画、待望の企画、心と体のビューティーデュエル、皆さんにお楽しみいただけるかと思います。それでは参りましょう。キュービーラジオ。ジョーバチのボーカルアブがお送りしておりますキュービーラジオ。では今回もこの方とお送りしましょう。吉岡里帆さんです。はい、こんばんは、こんにちは、ごきげんよう。吉岡里帆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回のキュービーラジオ、やっぱりね、話してて楽しかった。どうやった？もう最高、全部使ってほしい。どのくらい楽しかった？どのくらい、サイズ感で言うと、これくらい楽しかった。ラジオじゃ伝わらへんけど嬉しい。すごいね、体4つ分ぐらい躍動したし、私もこれくらい楽しかった伝えようや、言葉に乗せようや、乗せようやラジオやで言うて。いや、もう嬉しい。前回はね、吉岡さんと、まあ仕事というか生き様ですね、仕事での生き様、スタンスを話したんですけども、まあ今回はやりたいことがある、私は。はい、まあ前回予告でも話したんやけど、私たちの心と体を保つビューティーデュエルと題して、美容のこだわりや心身の健康のために日々気をつけていることなど、お題に沿って話していきたいなって思っています。喜んでねえ、深夜のファミレステーション何これ、なんなんこれ。一回ボールちゃんと持ってからうーって出すの、闇をおもろい、おもろいのはうちらやけどな。ごめんな、これ映画使うとちょっとな、おもろい。聞いてる人が楽しくない。これでも、これ今からデュエルするわけなんですけど、ね、このなんか2024年のジョーバチのツアーの話はしなくて大丈夫なんですか？大丈夫やねん。これは一人でも喋る話やねん。あ、そうなんや、わかった。あ、でも最近ちょっと話しときたかった。この前もね、最後ちょろっと話したんやけど、もう本当に私、吉岡さんがライブ来てくれたのめっちゃ嬉しかった。すっごい楽しかったし、本当行けてよかった。ほんまにもうライブ、あの時阿部さんが思い切り暴れてはったけど、メフィスト召喚っていう、阿部すごかった、すごかったな、あの人な、阿部って阿部どこまで行くのって大丈夫って、みんながね、あとファンの人もすごい好きになった。みんながこう、あの扇を持ってたジュリ戦やばいの、ジュリ戦をみんながブワッサーってライトとね、ね、すっごい楽しかったな。本当に異空間を作り上げて、今あの全然ペンライト誰も振ってないんだけど、あのアイドルっていうコンセプトで、あ、だからか、そうそう、あのワンツアーだけやねんけど、もう思いっきり楽しんで、まあジョーバチのライブって一回一回やってること全然ちゃうから、見せてるものもやっぱ今見てほしかったし、なんかもうほんまにね、ライブ見てくれた人って私ほんまに喋りやすいんやんか。あ、そっか、もうさらけ出してる相手っていうところがあるんかな。なんかその私としては、なんていうかな、ライブに全部がこもってて、ライブ以外は結構こうやって楽しんで喋ってる時以外は結構しんどいねん、あの手加減せなあかんっていうか、あーまあまではないねんけど、高速具をつけてる感じかな。そう、エヴァンゲリオンやってんねやんか。そっか、エヴァンゲリオンやってるんか。そうやから、今とかはもう好きに話してええし、もちろん普段から好きに話してるんやけど、やっぱりこの手加減というか、自分に負荷をかけるというか、調節するみたいなところが一番ない状態のライブっていうのを見てもらえたことが嬉しくて、でそんなライブをね、私やっていくにつれて、美容っていうものとね、健康ってものがなくてはできません。本当にそうなんです。そうなんですよ、そうなんですよ。人前に立つということは、美しく、そう、健康でなければ、健康でなくてはならない、いけない。そうなんですよ、ね、それはあの病気になってるとかかっこ悪いとかそういうことではなくて、常に何なんだろう、
自分を健康じゃない不健康な状態に持っていかないための努力っていうのはすごく大事なことだと思っていて、私吉岡さんと初めて会った時にね、うんうん、お互い多分自分たちの美容を称え合ったと思うの、うん、で称え合ってた ね、お互いの艶、うん、でその艶もその刀の磨き加減を本当肌艶が本当にいいのよ、うん、お互いね、うん、私もねそうよ、いやすごいあのもういろいろ気使ってるのも分かったし、うん、まず部屋に入ってきた時のいい香り、うん、これがやっぱり今日も入ってきたら、うん、あぶちゃん今日もいい匂いさせてるなって分かったし、うん、やっぱ香りが好きっていうのもね一緒やったね、大事やね、うん、そうそう大事大事、好きな香り同士っていうか多分ちょっとスモーキーとか、うんうん、レザーっぽいのもね、うん、好き好きやった、なんかその自分を演出するだけではなく整えて中核をやっぱり打って出ないとうちらいけないので、うん、そんなうちらがね美容について話すに際しまして、はい、美容デュエルというもの、はい、あの聞いてる方なんだろうなと思うと思うんですけど、カードが私たちの目の前に今カードがあります、遊戯王遊戯王カードゲーム、カードゲームが始まります、はい、今から私たちはこのカードを1枚インスピレーションで取ります、はい、そしてそのカードに書いてある言葉についてお互い先行後攻を決めて話し合っていく、はあ、面白いじゃんその姿勢面白いじゃん強者スタンス強者面白いじゃん面白いじゃん、じゃあやってみようか、あなたとなら、うん、いいデュエルが私はできると思ってる、私も思ってるわわーね語尾思ってるわーどこ行ったん今の人風に乗ってどっか行った、どっか行った部屋出てったごめんねちょっとこうやって遊んでるんですよ遊んで魂をね探してしまっている私たち、それではじゃんけんでラジオで一番伝わらないじゃんけんで決めるわよ、ええ、分かったわこの手をねじってこの時から勝負始まってるのよ、あの指から覗いて穴を何が見えるかってやつね、あ分かった、私も分かったわ、最初はグーじゃんけんぽい、負けました、勝ったーグーに負けました、グー正直に勝ちました、はいまあビギナーズラックじゃないなんかこういうところに出ちゃうよねやっぱりね、嫌味がさすごい仲悪くなりそうこれやって嫌味もうまいからさやめましょう、うん、とりあえずじゃあ、はい、先行どうぞ、デュエル、デュエル、お互いにじゃあせーのデュエルなんで揃ったなんで揃ったなんで揃えたどうぞ、いくわ、うん、なんこのカードほんまにいかがいかが、禁じて禁じて、ね、このカードさ、うん、めちゃめちゃハードル上げてくるよね、そうやな、しかも一番ハードル高いかもわからへん、禁じてね、なんだかな、禁じてね、私のね、うんうん、美容ででしょ、そう、ちょ昔やってた美容法いいですか、うん、聞きたい、あのどれだけ忙しくても、うん、体に鞭を打て、なんかこれちょっと誤解が生まれそうなんですけど、うんうん、なんかある程度やっぱり痩せたりとかこの強靭なこの肉体を作っていくために、うん、この持久力をつけていくために、うん、やっぱり疲れてる時に追い込んで筋トレをするだったり走るランをするとかっていう時期が絶対に私は必要だと思ってて、そうだ私もね、うん、なんかそこを通らないとそのある一定のところまでは、うん、こう元気に入れたりとか、うん、美容にこう強い人になれてもその先に行くためにはやっぱり持久戦だと思うんですよね、うん、で私はなんか実はねちょっとあの昔喘息持ち でそう体がちょっと弱かったの、うん、ですごくそれがコンプレックスで一人より長く走れないとか、うん、すぐ疲れちゃうみたいなのがすごく良くないなと思って、もうある時何年間ぐらいやったかな、 3,4 年は11時とかに仕事が終わっても階段の上り下り50段階段上り下りとかやったりとかをしてた時期がありました、
だ禁じて本当にやらなくてもいい正直やらなくてよかったやらなく、うんまあ、やったから今があるし精神性も絶対あると思うからそうすごく強くなったしなんかスタミナがついたから、うん、この業界を走るためにはあの時間はすごく必要だったなって思うけどその頃の私ヘロヘロやったからでもやっぱあれを乗り越えたから今があるからまあおすすめするっていうよりそういう時期もありましたっていう禁じて今やったら禁じて今やったら禁じて やっぱり早く帰って寝ましょう、うん、その通りですって思うし睡眠って大事だし、うん、休ませて甘やかしてあげる方に今はなっちゃってるけど、うん、あの時期があった自分のことは褒めてあげたいし良かったと思ってるチョイスとしてなんかさそのスタミナと根性ってさ、うん、一緒でいるようでちゃうやん、うんなんかスタミナと根性が混ざった時のあれなんなんやろなと思って、もうアブちゃんそれめちゃくちゃありそうアドレナにずっと出てるみたいな、うんうん、なんかねそ私めっちゃ体強いやんか、うん、バカ強いやんか、うん、でも根性もやばくて、うんうん、なんか精神性気持ちわかるなって思ったいいな両方強いの最高ですね両方強いと辛いっていうこともあるよ嘘、うん、例えばあのなんて言ったらいいかな休み方がわからへんとかあの自分の中の何だろうアドレナリンが早すぎて、うんうん、あのそれをどう抑制するのかっていう手段が何だろうその階段上り下りと一緒で、うん、曲書いとくかみたいなとかあねえムチ打てちゃうんだよね戯曲書いとくかみたいな、うん、まだそれがあるから多分こっからまだそれが続いてるから、うん、何か痛い目見てやめるかなと思いながら、うんうん、ちょっと今ねその大事なお友達が禁じててそれ言ってるとこをね見てねなんか明日は我が身だなという、うん、そうなんかいいとこと悪いとこ両方あるよねそうなの、うん、なんかやっぱ温めてあげて、うん、すごくこう優しく包まれてる良さもあるじゃないそうやな、うん、こうなんか祝福されてる感じっていう か、 なんかでも厳しい人にさ優しくされるのってめっちゃ嬉しくないあ嬉しいだから厳しい自分が今優しくしてるんやと思ったあそうか説得力めっちゃあるくない確かにそんな気がする本当ねそんな感じです禁じてじゃあ私何かしら恐ろしいカード引きたい怖いよねこんなんでキッチュなやつ引くんやろなデュエル私が書いたやつ己の褒美あいい聞きたい己の褒美ちゃん己の褒美ご褒美なんだろうななんか難しくて、うん、旅行かなあ旅行ねでね旅行も勇気を出して最近チャレンジしてる、うん、もう正直旅行しようが何しようが心の位置が変わらなくて、うんやってること変わんないのよ景色なんかに揺るがされないんだごめんけどマジごめん強い旅行に揺るがされないんだごめんそれじゃあダメかダメではないけど景色変わった言語変わった、うん、では自分の現在地変わんなくてかっこいいか言いたいもんいや変わんないよねってそっかそっかなってたの、うんうん、で己のご褒美って思った時にね私はトリガーが必要なんだなと思って、うん、この前己のご褒美をやったの、うん、でそれはあのメンバーに付き合ってもらっちゃったんだけど、うん、金沢でライブがあったのねホールツアーでその終わった後に、まあ、すぐ帰るんじゃなくて一泊するってなってその金沢であの次の日にね、うん、あのメンバーやしちゃんとひばりくんと一緒にちょっとお出かけしようって言って、うんいいね、金沢を車でドライブして神社巡って、うん、で一緒に回転寿司行って、うん、最高いっぱい食べて楽しいでなんかデパートでお買い物して、新幹線で帰ってきたの楽しいいいじゃんもうそれも本当に1週間分お休みいただいたみたいな、うんまあ、要は別にお休みではないんだけど、うん、なんかいろいろ走り回ってるからなんか1週間分旅行したのと同じぐらいのリラクゼーションがあって、うん、次の日収録だったんだけどテレビ全然やれたっていう、うんいい時間やっぱメンバーがいることが私にとっては己への褒美だなと思いながら、うん、でも人に付き合ってもらわないで済む、まあ、お金だったりで解決する褒美を見つけるのが今めっちゃ目標、うん、なんか何を買うときテンション上がるのアブちゃんは買い物ね、うん、買い物で絶対欲しいって思ったものを買ったとき、うんうん、でなんであれねなんであれで一番代表作は、うん、私が何やろ街を歩いてて、うん、何が欲しいか分かんない瞬間があって、うん、
いろんなことを考えすぎてて、うんうん、で何欲しいやろ何欲しいやろって思った時に、あっと思って、うん、消しゴム欲しいと思って、はい消しゴム欲しくなったの、わーって文房具屋さんに入って、うん、急に消しゴムいろんなことね、ブランドものとかうんぬんかとか、うんうん、お洋服とかうんぬんじゃなくて消しゴム欲しいと思って消しゴム買ってやんかほんなら消しゴムがまとまるくんって書いてあってまとまったって思ったのごめんちょっとすごいオチがつきすぎてあれやねんけどいやいやいやみんなまとまったね、いや私その時すっごい嬉しくてまとまったってここ2年ぐらいで一番衝撃のお買い物がまとまるくんやった、すごい、じゃあ消せていろんなもの消せてまとまったんや、しかもまとまった、いやだからまとまるくん買って、うん、すっごいじゃん、嬉しかったから、なんか可愛い人やな可愛、うん、い人だよ何その話、いやめっちゃ嬉しかった、だから欲しいなと思って、うん、なんか欲しいと思ってすぐ買うよりも落ち帰って、うん、欲しいなとか、価値とか価格とかじゃなくて、あれ買ったらテンション上がるやろなって思って、うん、お客様おすすめですとか言われてもちょっと考えるのすごい好き、うん、かわいい、ちょっと売り切れてたとしても、うん、買おうねみたいななるね、でもお買い物じゃない気がすんねんな自分の褒美って、うん、でこっから多分そのなんだろう、自分がしてきた仕事とかで出会った人たちやったり、なんかいろんな人たちが返してくれるっていうことあるやけど、それをなんだろう期待してるわけじゃなく、期待しきってるわけでもなくやけど、そばにいた人とか一緒にお仕事した人に、あこんな素敵なことあるんやっていうのがご褒美になり続けるけど、自分だけでも見つける、まとまる子以外で、うん、まとまる子以外で課題というカードでした、 ありがとうございました、いいカードだったわ、では吉岡さんのターン、デュエル、デュエル分かってきたよ、あいいね、ベーシック、ベーシック、うん、私の〇〇カツ聞きたい、これは何でもいいってことでしょ、せやで、なんか腸活朝活的なことですよね、そうそうそう、きっと、うん、私はね、うん、そうね、何かな〇〇カツね、朝活は最近してなくて、うん、ギリギリに起きてる派で、大事よ、なんかでもこれ良くないの言っていい、聞きたい、カツやのに良くないの最高、うん、いやなんか丸々カツっていうか分かんないんですけど、うん、あの笑ってはるね、いやめっちゃしょうもないの、いい、え全然聞いて、まとまるくんよりしょうもないの、すごいしょうもないよ、聞きたいで、私最近頬張るカツやってて、頬張るの、うん、なんかね、うん、そのそれこそ美容的には少しの少量のものをよく噛んで食べるべきじゃない、うん、なるほどね、でゆっくり食べるべきなんですけど、うん、私なんか疲れすぎてると、うん、なんかご飯をなんかもりもり食べるのがすごくご褒美な、楽しいよね、そうなの、なんかねあの感じが、今日マネージャーさんとその話すっごい盛り上がったんだけど、うんうん、なんかなんていうかな、ご飯とか丼とか、なんか私そういう豪快なご飯がすごく好き で、うんうんうん、でやっぱ普段ヘルシーなものとか野菜とか魚を煮たものとか、うんうんうん、タコの刺身とか美味しい大好きだし、うん、そうヘルシーなものを飛ぶようにはしてるんだけど、うん、なんか今日はいいよねっていう感じで、うん、なんか自分に頬張る時間を作ってあげるようにしてて、なんかもりもり食べるの、とにかく豪快にね、うらって、うん、そうなの、あれがやっぱ、うん、もちろんテレビとか出るときは絶対できないし、うん、なんかそれはすごく自分にとっての癒しの時間っていうか、なんか元気って感じがするのよね、それしてるときって、うん、だそれはすごいやってる、頬張るカツ、頬張るカツって、頬張るカツっていうの一緒にハーバルとかかなと思ってハーバルオイルみたいな、ごめんすごい美容らしい美容が出てこなくて申し訳ないんですけど、いやうちらは美容行き切りすぎて多分ちょっとほんとそっちなんやと思うなんか普通の美容ももちろんあるよ、腸活ももちろんしてる、あの、うん、酵素を取り入れる生活とか、そうそうしてるし、うんうん、全然してる、その白湯を飲むとかやってるけど、そういうベーシックなのを経た上で、なんか自分の生活の潤いとしてやっぱご飯を自分のスタイルで楽しく食べるっていうのがすっごいいいなって思ってるから、素敵、食べたいもの食べたい時に、ね、ガッツくん、ガッツくのがすっごい好き、最近、今日ガッツこう、何ガッツこうかな、うん、私ガッツきましょう、特盛り食べたい、うん、なんかそういうか、どうですか、参加さんに売るのや、頬張るカツされてますか、たまに、どういうもの頬張りました、
カレーとか。あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。なんかカレーとかをさ、うん、行くのよ。おら、わしゃわしゃわしゃって食べるの。しかも結構さ、ベタっとした味の時楽しくない？気のせいかな。いや、わかるよ。なんかオイル的なことなのかな。そう、やし、なんか結構さ、いろんな工夫が凝らされたものももちろん美味しいんだけど、うん、それってやっぱちょっとずつしっぽり食べて、あ、そうなの、あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、味が、あ、やっぱ一口一口違うなとか、うん、そうそう、風味を嗅ぎ分けてさ、あ、そうそう、ここはこういう、あの、今季節のお野菜が混じり合って、このハーブ、そう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 、それこそハーブがあってとか、美味しいとかじゃないの、感じないの、そういうの、そう、そういうのじゃないの。チキンライスを頬張ったの、昨日。そうね、そう、そうなの、一定のね、そう、すっごい美味しいって感じちゃう、ああいうの。すごいわかるし、あたつね、特技が、あのね、ほっぺたに溜めながら喋ることができる。ほっぺたに、ほっぺたに溜めながら喋ることができる。食べ物でも飲み物でも喋れるの。今めっちゃ溜まってる。そうなるでしょ、普通。ラジオお聞きの皆さん、どうしたって思ったでしょ。私今ね、できなかったです、うん、でしょ、すごい。私の特技はほっぺたに何かを食べながら喋ることができる。すごい。てかもう見たことない顔になってた。ハムスターハムスターみたいな。そう、私頬袋があって、うん、でステージ上で水を飲まないのね、私決めてて、うんうん、もう14年間そうしてんだけど、いろんな理由があるんだけど、そのうちの一つが、水を飲むときに絶対ほっぺたに溜めて、絶対この顔になるから、うん、このハム顔を絶対見せたくないっていう。すっごい貴重やった、初めて見たハム顔のアブちゃん。そう、なかなか出さないから、ちょっとこれファンの人見たいだろうな。うん、まあファンクラブコンテンツかな。何その言い方。やらなあかんくなるやん。いやじゃあほうばるかつ。はい、ほうばるかつしてます。じゃあ私のターン、デュエル。昔から続けている美容法。あー、いいね。昔からっていうと多分ね、十何年とかがいいよね。うん、ね、すっごい好きだなっていうか、とにかくやってるのは、うん、マッサージは朝晩絶対やってて、うん、で多分もう流れになりすぎてて、うん、あの普通に5分ぐらいで終わるのを全身で、うん、毎朝毎晩やってて、それが田中ゆく子式マッサージっていうのがあって。なんだそれ。ね、田中ゆく子さんっていう、もうお亡くなりになってる方なんだけど、うん、あの結構カリスマなメイクアップアーティストの方で、うん、あのスックってブランドの立ち上げに参加された方なのかな、違かったもんね。あのそのすごくストイックな見た目の方なんだけど、すごい、なんだろう、顔とかのマッサージとかが、臓体マッサージとか臓眼マッサージって聞いたことあるかな、それの生みの親というかやってらっしゃる方の、でこの方が出してた本があって、それを、あ、すごい、小顔マッサージ的な。そうで、なんか小顔っていうのとかっていうと、なんかさ、顔ってちっちゃきゃいいもんでもないと思うのよ、バランスだと思うから。でもここが絶対むくんでないのは大事とか、うんうん、そういうのをずっと考えてた十何年前ぐらいに出会って、うんうん、で、あ、なんか自分の好きな顔に自分でなれるのいいかもって思って、もう十何年続けてるんだけど、やると代謝が本当に上がるから。あ、本当、この2つはすごく、もうそうね、5分ぐらいで全部やってるけど、うん、でも顔のマッサージすごい大事よね。やっぱ立ち上がるし、うん、こう本当この顎のここのラインは私も出してたいな。ここでクイッと、そうクイッとね、この第二関節、人差し指と中指のこの第二関節使って、ピースを畳むやつでね、そう、ピースを畳まして、グワーってやって流して、あとこの耳のあたりとかね、そう、私耳動かしてとか、うんうん、めちゃくちゃねやることあるんだけど、なんかその時にオイルをね、うん、絶対塗り込むの、うん、で顔はあの、まあ、いろいろ塗るから、いろんなものを最終的にクリームを塗ったタイミングでやるから、すり込むみたいな、うんうん、結構やるんやけど、体はその時々で自分の好きなオイルを自分の香りで調合して、うんうん、で全身に乗り込むっていうのがやるから、乾燥はしない。へー、いいね。本当にこうルーティンでできるしね、毎日。革ってさ、革製品ってあのオイル塗り込んだりするやんか、うん、でどんどんツヤ出していく感覚で、やっぱり体に対してもどんどん塗り込んでいく感覚があるから、うんうん、続けてる美容法はこれと、まあいっぱいあるんだよね。ハーブティーもずっと飲んでるし、うんうん、入浴剤も 5,6 種類入れていつも入ってるし、うんうん、何が効いてるかも分かりません、うん、それあるあるね。やりすぎて、いろいろやりすぎて、うん、何がどう作用してるかがもう自分では分からなくなってる。なんかもう多分どれかが合ってる、うん、で多分間違いやめると
なんか、なんかどれかをやめると、うん、なんか良くなさそうで怖くて全部一応やってる。やっておく。本当にそうなのよ。そうやって生きてるとなんかこうストイックがどんどん強くなってっちゃってなんか美容法って言われると、うん、なんか健康法なんですけどねみたいな、うんうん、美容と健康がすごいつながってきちゃうんだけど、なんか美容っていうのってテンションが上がることはさもうなくない、うん、ここまで来るとなんかそう、あの習慣、そう、うん、生活習慣、必要なものやらなければいけないことみたいな感じかな。美容でテンション上がるのないんだよな。例えばさ、なんかその私がなんだろう、美容外科とかでの施術、そのパッてやってもらうみたいな、例えばなんか機械使ってあげてもらうみたいなのとかはなんかやってもらって顔の凝りが取れてテンション上がったことはあるんだけど、上がりましたって言われても、あ、上がりましたねって思うけど上がったら落ちるもんなって思っちゃうのよ。あ、そっか。だからずっと続けていくものであり、仕事の一環っていう意識がやっぱ強いから。そう、いやでも分かるよ。私 もう仕事の一環として美容はやってる。うん、楽しみとかそういうことではないかもね。あそこでテンションは上がらんよね、うん、なんなんやろ。美容室とかテンション上がる。美容室はいいね、うん、髪の毛をなんかこうトリートメントした後上がるかな。分かる。ヘッドスパなどとか、うん、ヘッドスパも好きやな、ね、ヘッドスパいいよね。私ね、そうヘッドスパ、ごめん、これあと健康法ってか、これみんなに伝えたいことがあるんやけど、うんうん、もう全部ね頭皮なんですよ人間、はい、声も頭皮なの、うん、実はそうなんだ。これね、私ねヘドウィグやった時に、ミュージカルのヘドウィグをやった時に、浦井健二さんっていう相方役やってくれた人に、うん、あの教えてもらったんだけど、頭皮ケアとにかくやってって言われて、うんうん、でみんな結構おろそかにしがちだけど、とにかく声の出も全部影響するからって言われて、頭皮ケアはもうとにかく脂質を取りすぎると結構逆にあかんかったりするから、うんうん、あの取りすぎないようにスペシャルケアは週に2、3回、うんうん、で合間は普通のシャンプーっていうので、うんうん、毎日やってる頭皮ケアは。素晴らしい。声の出もね結構変わるから。あ、いいね、やった方がいい。私ね、あのヘアメイクさんでやってもらったマッサージ気持ちよかったのが、うん、この上の頭頂部 の 髪の毛、うん、そう、鉢の部分を根元から掴んで、うん、上にグーって引っ張り上げるの。痛いぐらい、うんうん、本当に痛いなっていうぐらい、うん、これがねすっごい顔が上がってやってる。いやもう痛いぐらいですよ。え、痛い痛い痛いぐらいの力でこうやって持ち上げてもらうマッサージをやってもらったら、うん、すっごい顔がパッチって目が覚めて、すっごい血行も良くなって。血行めぐるの。そうなの、そうなの。これすっごいおすすめ。素敵、ね、すぐできるし。今も聞いてる人みんな鉢回りで、鉢回り、髪の毛、髪の毛根元持ってキューって上に持ち上げるような感じ。全部の手指使って。あ、それ大事よね。これすっごい気持ち、上の方に引っ張ってあげる。あ、めっちゃいいかも。そうそう、朝一とかいいかも。そのそうそうそう、メイク始めとか、これすごいんですよね。やりやすいし。皆さん頭皮ですことよ。ということですわすぐ助けてくれるのありがとうでもちょっと消極的な好きですわ。控えめ、控えめだね。素敵よ。デュエル、デュエル疲れた時のリフレッシュ行きたい。あ、聞きたいですか、うん、私はね、でもやっぱさっきのヘッドスパしかり、うん、やっぱマッサージとか、うん、あのなんて整体とか、うん、いろんな種類行くようにしてて、うん、その一箇所で絞るのもすごくいいなって思うんですけど、私はその新鮮であるってこと、その場所にすごく鮮度を感じるっていうのがいいなと思ってて、うん、新しいお店をどんどん開拓していく。そう、もうこれがすごいリフレッシュになって、特別感もあるし、それこそ美容がルーティーンとか仕事、うんうん、ライフワークになってるから、そうならないために、うん、あらゆる店を未だに検索し、初めてのお店も行ってみるし、いや、そう、それが結構リフレッシュになってるかな。マッサージ、酵素風呂、酵素風呂大好き、うん、なんか何でも何でも、ストーンマッサージとかね、うんうん、してる、同じ人知ってたけど、うん、ちゃんと、うんうん、とかなんか変わり種とかも全然チャレンジしてみて、もしかしたら合うかもしれないっていうので、リピートしてずっと通ってるとこもある。ある、うん、やっぱ整体と電気で血流流すみたいなのはずっと続けてて、それはもう何年も 7,8 年は続けてるかな。いいの。そうそう、そんな感じでリフレッシュはそうしてます。素敵です。アトラクションとしても面白いもんね。面白い。そうなの。え、うん、こんな美容法あるんですね。そうそうそう、全部つながってるけどちょっと違うやんか。うんうん、いいな。それが面白くて好き。あとやっぱり美容やってる人たちって、うん、なんか一個頭飛び抜けてる人って人も面白くない？
行かれてる人なんかそういう人たちにちょっと会いに行くみたいな気持ちでも、その人からパワーもらうみたいな意味でも会いに行ったりもする。人にも会いに行ってる、うん。なんか紹介 したい人何人かいるし聞きたい、うん、全然紹介する。私も聞きたい、うん、凄まじい人何人かいて、うんうん、でもやっぱみんな面白い、うん、面白いよね。やっぱ美容のこうスペシャリストたちって、あと献身的よね。本当に素敵な人って本当に優しいしね、うん、そんなに自分のこと考えてくれるんだって思う人多いよね。愛がある人にもいるし、うん、次のカードが最後のカードになります。あー寂しいわ。どちらにしようかな。デュエル美容原体験、うん、初めて美を意識した瞬間。あ、いいじゃん、いいカード。美容原体験か、美容原体験な。美容何とするかにもよるんだけど、うんうん、自分の中の美容は初めてアイシャドウを塗った時なんだけど、かわいい、母親のアルマーニのすっごい古い、今思ったらそんな塗っちゃダメだよってぐらい、母親がずっと多分すごくなんだろう、私のことを産みたてぐらいの時にゲットしたアルマーニの青いなんかアイシャドウパレットがあって、それを自分のまぶたに塗ったのよね。深い深いなんだろう、銅色みたいな色を塗ってブロンズを塗った時に、なんか自分の中で楽しいと思って、その時に自分が自分のまま手が入ってない状態っていうものよりも、自分に何かを足すないし磨くっていうことがすごく素敵なんじゃないかなっていう風に感じて、でその後塗ってるところをなんかこう見られたくないっていう風な気持ちにもなったのかな、怒られたのかな、何だったっけな、なんかなんかいろんなことがきっとあったから今の形勢にもなってるんだと思うんだけど、心配もされたのかもしれないし、全然今仲いいから全然いいんだけど、だから美容に対しての前の回で吉岡さんが言ってくれた言葉だったり、その役っていうものたち頼るじゃないけど、美容を頼る感覚っていうのは、化けるところを頼る感覚っていうのはきっとそのアイシャドウが初めてだったかなっていう原体験かも。あ、やっぱりメイク道具なんですね。メイク道具や ねセーラームーンとか見てると、うん、何がこう胸を殴るかって言ったら背伸びなんだよね、うんうんうん、彼女たちの。あ、なんかそんな達観した感覚でセーラームーン見たことなかった。あ、ほんま？お邪魔女ドレミにあってセーラームーンにないものって背伸びな気がする。あ、そっか、そうだね、そうかもね。でもあの、まあ、ドレミちゃんも子供、未来の子供、自分の子供育てたりとかいろいろありますけども、うんうん、ハードコアだなと思うとかあるけど、でもあるけど、うん、でもセーラームーンの背伸び、うんうん、やっぱ励まされたし、うんうん、その何なんだろうね、あの感じは。でもやっぱ背伸びを背伸びとして、自分がアイデンティティを自分の人生として打ち出す時に、うん、私は美容っていうものを、コスメの力みたいなのを結構打ち出した部分があったんじゃないかなって、うん、髪すごい真っ青にするとか、うんうん、すごいお化粧思いっきりするとか。でもそれもきっと当時はドラァグクイーンの方とか、あのヘドウィグもそんなに自分の中ではグッとは来てなかったりとか、なんかよく分かんないまま手に取ったっていうことは、きっとお姫様になりたかったんだろうね。でもお姫様になるためには化けなきゃっていう、そこがなんか自分の不思議なバランス感覚を作った原体験だね、それは。 だと思う。だってそうだよね、セーラームーンとか魔法少女たちって、うん、なぜか戦う前により綺麗になるよね。そうなの、ね、綺麗にしてから戦うんだよね。死に装束で行くのよ、コスチュームですごいよね。なんかそこ確かに気づいてなかったけど、みんな綺麗にして可愛くなってから、髪巻いて、ね、髪くるんくるにしてさ、うん、フリフリのスカート履いてさ、履いて、あと底のブーツ履いてさ、走れない走れないって、ね、普段のさ、なんかカジュアルな服のが戦えそうなのにさ、棒振り回してさガードできないよっていう、アーマーの少ないさ、すごい愛おしいね、そう思うと。綺麗にしてからさ、強靭なさ、なんか凶悪とね、凶悪とさ戦いに行くっていう、あのスタンスは、そっか今気づいたわ、初めて。
泣けるよね。泣ける。しょわすなよとも思うけどおいおいって見方がすごいのよ似てる角度がいや見方いやでもそうだよ思っちゃう、うん、そんな私もなぜかこんな風に見てた数なのに、うん、そっちをやってるっていうね。本当だね。なんなんでしょう。本当だよ。綺麗にさ、うん、メイクアップしてさ厚底履いてさボロボロになってるよね。いやもうかっこいいよ。すごい素敵だったもんね。やっぱり嬉しいよ。戦って私なんか血吐いてるの見えたもん血吐いてないってライブの時。うーん、あーでもそこを組んでくれたのね嬉しい。うん、ちょっとグッときちゃった今いやそうなのよね。いやでもね血を吐くために水飲まないっていうのもあるから、うんうん、何なんでしょうねこの意地で意地のはずだったのに、うん、何かがもう自分の中であるし、うん、美しいって言われるとさ吉岡さんもそうだけどさ不思議な気持ちにちょっとならない、うんうん、なるよ。だってもう自分のダメダメなところ山ほど知ってるから、うんうんうん、あその部分を見てくれたんだって思って、うんまあ、ありがたいなってそう思うよ。なんか美しいプラスなんかこう愛おしいって思ってくれてるのもなんか道義にもなってくるし、うんうんうんなんか自分の生きてきた今までのものを含めて今ここで美しいとか素敵って思ってくれる人がいるんだったら、うん、なんか本当にありがたいなと思って、うんうん、なんかそれをこんなよくわからない液体大量に塗るとか、うん、寝る間惜しんでなんかやるっていうだけで得れるんだったら、うんうん、やっぱ最高だなって、うん、いやだから美容は武装であり努力でありなんかいろんな要素を含んでるね。最高。覚悟でもあるというね。覚悟だね。どやるものではないね。うん、絶対違う。違う。あの人より綺麗とかあの人のよりとかっていうのは狭いね、うん、それはスポーツだよ、うん、と思うからスポーツの割に伝わってないよっていうね、うん、いやよかったここやっぱ美容のこの自分の思ってるところまで紐解けるとやっぱり吉岡さんなんだないやここまで話したいと思ったのよ。なんか結構美容とかルーティン教えてくださいっていうことたまに聞かれるんだけど、うんうん、なんかアブちゃんやっぱいろいろやってすごいストイックで終わっちゃうと悲しすぎるからルービーラジオではね、うん、美容のその奥をね話したい。いやすごいわ。話せて嬉しい。おおよそよそでは引かないものだよね割とね。やっぱ禁じ手を一発目に引いたの面白いわ。え持ってるよすごいね。私も原体験語れってやばくないすごい。少しでもね参考にはもしかしたらならないと思うんですけど、うん、ここに2人のデュエリストがねここに2人のデュエリストがいますので、はい、皆さんもデュエリストとして、はい、一緒に戦っていきましょう。戦ってまいりましょう、うん、あなたとカードを交える時をきっと来るわデッキ分厚いから私たち気をつけてとっても天高くカードを積んでますからね、はい、日々そうですね。あのお会いできたら怖がらないでください、うん引かないでください。いや引かれるよ。引いてもいいよ。ただ怖がらない。うん、いやもうお送りしてきましたキュービーラジオ、はい。もうあっという間でした。はい、あっという間でしたね。本当に楽しい時間でした。ありがとう出てくれて。こちらこそありがとう。もううちらのおもろいとこめっちゃ出たと思うし。もう私さ、うん、こんな自分が楽しくていいのかなってすごい思っちゃった。私もちょっとほっぺた痛いよ。ハムガンも入れたし。禁断のね禁断のハムガンを見れたしお見せしまいましたけど。いやすごいやっぱ普段自分がラジオしてるのもあって、うん、やっぱパーソナリティに徹してるので、うん、こうやってゲストに呼んでもらって、うん、すごくなんか楽しくて、うん、簡単なんかリフレッシュそれこそリフレッシュできましたしすごく癒されちゃいました、うん、楽しかった。免疫力も上がりました。確かに、はい、爆笑したし、ね、爆笑してはい上がった。もうなんかさなんかうちらが話してる話とか、うん、面白いし、うん、あの吉岡さんがとここで呼べたこともそうやしお友達になれたこともそうやし、うん、私はこう意味を見出すのがすごく好きやからその見出した意味っていうのが、うん、少しでもこれはあの YouTube でも配信してるので無料で聞けるから、はい、なんかこうふっとこのラジオを聞いてあこんなバッチバチやってる人たちも可愛いわウケるわとか友達になりたいっていうのはちょっと私不思議な感情やと思うから飛び越えた感情やと思うねんけど、うん、でもなんか心の友達では絶対入れるっていうか、うんうん、心の距離が近いままうちらの義の戦いとしてはリスペクトを勝ち得ていくっていうなんかになれる気が
今日もした。いやこれが届くと思うと楽しみです。いやめっちゃおもろいね吉岡さんめっちゃおもろいやろ。いやいやいや、アムちゃんがずっと面白いから勝手に多分ゲストは面白い人になっちゃうんだと思うよ。あ、ほんま？うん、自然とね誘われるんだと思う。あ、ほんと誘ってる？うん、誘われてる。ちょっとそれはちょっとこれからもやってかなあかんことやな。せやな。せや。かね、なんかさ、なんでうちらでさ関西弁喋るときうさんくさいんちょっと。せやなもさーなーみたいなさ、なんかせとさの間のさーなーみたいな、やでげーとかさ。なんかなんでちょっとちょけてくるのそれは楽しいからだよ。楽しいからかな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。心を出してくれてどうもありがとう。こちらこそです。いや、また何かで絶対お会いするし、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のゲストは俳優の吉岡里帆さんでした。ありがとうございました。ありがとう。お送りしてきましたキュービーラジオ、皆さん吉岡さんいかがでしたでしょうか。めっちゃおもろない？最高やない？もう毎回これゲストの方呼ぶたびに言ってると思うんやけど、ほんとね、吉岡さんと初めておしゃべりした時にこんなにこう自分の中でフラットに込み上げてくるものを見つめながら喋ることってできるんやって思ったのがびっくりして、それはもう百戦錬磨でいろんな人と喋ってきた、いろんな人たちとお仕事してきた吉岡さんの歴史があるからやねんけど、なんかこう心の地元が一緒やなっていう、喋っててもなんやろな、これからが楽しみやし、何かが生まれてくような、そんな会話ができたんじゃないかなと思います。ほんまにミュージカルやろうなっていうか、次やろうなって言ってる人ばっかりやね。キューベイラジオすごいな。いつか全員で何かすごいこと、全員とおのおのかもしれへんけど、何かものすごいものができる未来が私の中で今見えています。皆さんも楽しみにしていてください。吉岡さん、ほんまに出てくれて来てくれてありがとう。この番組では皆さんからのメッセージも引き続き募集しています。私への悩み相談やビューティーデュエル、かっこアブちゃんへの果たし状、私こんなんやってますけどアブちゃんどないといった、どんなことでも構わないのでたくさん送ってくださいませ。どしどしお送りください。メールアドレスは qbradio@gmail.com、 qbradio@gmail.com です。番組ハッシュタグは qbradio、 アルファベットで q と b、 カタカナでラジオです。どしどしハッシュタグつけて書き込んでください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。